ような気持ち嬉しいです、はい、あのお相手が伊藤達磨選手っていう、まあ、ベテラン大先輩だったと思うんですけど、はい、どのような試合でしたか。まあ、今年3度目の対戦で、まあ、相手が、まあ、どう来るのかは、まあ、大体自分の中で整理して入れて、まあ、出だしが、自分のペースでできたのでそこはすごい良かったかなと思います。あの試合前に自分のやるべきことをやってコートに入ることに勝利がついてくるっていうふうにおっしゃってましたけれども、今回はどういう準備、メンタル面、フィジカル面されて臨まれたんでしょうか。準備そうですね、まあ引かないで自分の攻めでポイントが取れるように、まあミスして負けたらしょうがないという気持ちでここの数ヶ月は試合をしてます。キャプテンのセンターコートいかがでした。あの全日本の決勝、2019年の決勝以来だったので、まあ久しぶりに戻ってきたなと思って、なんかちょっと嬉しかったです。明日の試合は、大先輩の高橋雄介さんとの、対戦になっております。抱負をお願いします。まあ、今まで勝ったことがない先輩なので、まあ、向かっていく気持ちを持って明日も一つ一つ頑張ります。最後に、応援ありがとうございました。明日は湘南工科の高校対決となりますので頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい。